当に日本中小企業経営審議会始まって初の、この記者会見ということで、やっぱりこう日本を元気にしていこうっていう流れの中で発足した審議会だと思いますので、なかなかこれまで政府だったりとかこういう省庁に対してしっかりと声が届けられていくような場所ではなかったところもあると思うので、今回も私たちがちょっと先頭に立つ形ではあるんですけども、これから含めてこう日本中の中小企業が集まってその声がしっかりとこういう声に届いていくってことの第一歩、まあ、楽しみながらやっていきたいなというふうに思います。1135社の皆様の中小企業、そしてまた本当に全国のですね、中小企業の思いっていいますかは本当にこう幸せを作っていきたいっていうですね、なんかそれがなんかここからこうやって広がっていくのがまあすごく、嬉しいですね。みんな日本を良くしたいっていう思いがですねたくさんたくさんあって、それがこう詰まってこれからのなんか希望の光になってるなっていうのは感じます。特に中小企業のそのまあ、その税金に関してなんですけれども、まあ、昨今国会の方で防衛費を、まあ、その増税しようというところで中小企業に法人税として課そうという話があるんですけれども、特にそこの意見をですね1000社以上の会社様からアンケートをいただいてますので、今日はそのあたりを専門家の先生方にご意見いただいて答申の形で対応させていただいて、それをまあ記者様に会見という形で意見をさせていただくという感じになります。はい、これより一般社団法人日本中小企業経営審議会による記者会見を開催させていただきます。特定の産業そして業界の利益を図るための団体ではなく、日本の企業の 99.7% を占める中小企業の連携協力を促進することで日本経済全体の復興を実現する団体を目指しています。キープレイヤーともいえる私たち中小企業が積極的に投資や賃上げ、人材採用に向けて動きやすくなるために、政府や行政へ具体的な政策提言を行うことを目的としています。各不動産、設備、車、パソコンなど品目含むの購入について1年での全額償却を行う、期限は2年を想定、導入すべきだと思う 71% になっております。消費税についてはどのように思われますか。開始して 0% にするべきだ 40%、 5% 程度に引き出す上げるべきだ 33%、 インボイス制度についてどう思いますか。導入に賛成 16%、 導入によるデメリットが大きいため導入すべきではない 56%、 防衛費を増額させるための法人税増税についてです。増税を今行うべきではない、はい 74%、 いいえ 13%。財務省による過大な国債発行を実行した状況で、今後バーゼル3がソブリンエクスポージャー、つまり政府発行の国債についてのリスクウェイトを変更させることまで、それを想定し、そうした事態までも耐えうる金融政策と財政政策を。やはりですね、このもう日本の 99.7% を占める中小企業の力が必須でございます。しかしその中小企業がですね、現状やはりなかなか希望が持ちにくいと、並びにですね、現場の声が届きにくいというのがやはり今あります。ぜひですね、記者の皆様方にもですね、この今回のこの私第1回になりますけども、ぜひ報道していただければ幸いでございます。中小企業の声を届けていきたい。そしてですね、全員一丸となって政府目標を達成していこうと思っております。私たちの中小企業の声をアンケートによって集めます。各社社員全員で投票に行くと決めました。そういう会社はですね、中小企業を一人一人丁寧に話をしながら増やしていきます。 GoTo ボートってありますけれども、全員が社長たち話し合って投票率100% 一生懸命活動してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここから、記者の皆様からのご質問をお受けしたいと思います。防衛費の増税に関係する中小企業を9割が対象外になるように
政府が配慮したという発言をしていると思うんですけど、それについて受け止めといいますか、なぜそれでも反対をするかという理由の部分を聞かせてください。現在政府の方としてその利益の控除を考えておられると思うんですね。一定程度 の利益まではいわゆる法人税を課税しないということでございます。少し変わるんですが、インボイスのところで今回導入見合わせを求める理由を改めて教えていただけますでしょうか。形にするまでっていうのは結構時系列見るとすごく早かったなと思います。そういうスピード感ですごい大事だなと思うので、やっぱ中小企業さんのやっぱ特徴というか、そういう風に感じたので、なんかすごくいい取り組みかなっていうふうに思います。インボイスなんかだと、うち その外注であったり、そもそもうちの仕入れであったり、世界のこの国に比べて遅れていると言われているときに、景気の腰を折るようなことは、やっぱり時期的には避けた方がいいんじゃないのかな、確かに納得できる経験が多いなと。実際私なんかも経営者でありながら、まだ行動してないのに、皆さん行動すでに始めてらっしゃるので、そのあたりはすごいなっていうふうに、はい、話聞いていました。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。私たち中小企業発信で 99.7% の本当に一社長かもしれませんけれども、その小さな小さな炎から大きな炎につながっていくように頑張っていきたいなと思います。今まで一歩引いてた部分もすごくたくさんあったんですけど、やっぱりその私たちがやっぱ共同することによって何かが変わるっていうことを思うようになったっていうのもやっぱり大きな気づきではありました。例えば店のこととか会社のことは私は経営者ですけどよく分かってる、何十年もやってますけど分かってるんですけども、国の仕組みがどうなってるかなっていうことは本当に全く知らないですし、本当にまあやってくれてるんだろうっていう私たちの嫌ですとかっていうことぐらいで、そこはやっぱりもっと勉強して一人一人がこう国民がみんなで良くしていく、自分たちが参加していくっていう、まあ、GoTo ボートも含めてですね、やっていきたいなっていうのは思いました。この中小企業のその現場の声が届けれるっていうのは大きかったと思いますし、今回のアンケートの意識調査っていうのも単に答えるだけでそこで意識が上がっていくっていうのがね、まあ興味関心を持つっていう方が結構声として戻ってきたんですよね。だからこの活動自体が中小企業がよりね、その政治政府っていうか国に対する意識も高めれる、希望も持ちやすくなる、声が届くことが反映するんだっていうのが分かると、よりもっとねやる気が出るっていうんですかね、それでこう機動力を聞くとかその原動力になるっていうのがすごいあると思うんですけど、その第1回目が今回がいろんな記者さんとかにも話のねご質問いただいてすごくいい機会になったなと思いますので、これから大きなちょっとうねりというか動きが流れができたらいいなと思って、大きな一日だったと思います。